よいしょ。あのね、あのですね、ジリについてね、すごくその極端なタイトルつけて、中身はまともなんですけどね、申しましたけどね、一応政府の方が、次の手打ちにくくならないように、もうこっちはもう、ちゃんとジリに状況説明してると。ちゃんと話してる。そしてそのアップしている以上の話をしてるし、アップしてるなぁと思って、ジュリーが知らなくても何も教えてないし。見たらわかるだけだけど、ジュリーにとってその全然重要じゃない。何すら断言できるかちょっと、それは皆さんの細胞に来てるからですね。ね、何周もしてるんです。いろんなフェーズになってるし、第一一の転生と皆さんと違って。自我転生と違いますね。アトロシカンスの転生ってね。だからある時は同時に全部来たりしてる。その時はもう意識としてはね、まあそれを意識って言うんですけどね。感情と意識だけですけどね、その時は全員を同時に来てる時はね。全員の細胞同時に来てるフェーズもあるし、いろんなフェーズで皆さんの人生知ってんね。思い出せないだけ。皆様方の自我が鍵や、細胞を開ける。ね。で、だからそばにあったら、すごく思い出すわけで何したかっていうの、何した人かっていうの。今何してるかはあんまり思い出せないけど、それはどんどんストーリー変えてるから。で、反応見てんの。うちが見てるんじゃなくて、神が見てんの。うちが神じゃないからね。主役ね。神の主。で、細胞は本人。細胞として、皆さん、細胞の本人でもある。ね、だって。じゃあ何であんな書き方したかったか目立つため。絶対見てもらおうと思って。あんな風なタイトルとか、うううって見るかなと。別に件数、視聴回数気にしてない。見るべき人は見てたりです。たとえゼロでも見てる人おるんですよ。それは、もう、まあ、Google とはうちは直接約束してるんだけど、Facebook とかね、そういう約束したから。回数、件数、めっちゃ適当にやっといてくれて。Facebook 社の都合のいい件数にしといてくれって言ってるんですね。いい申し立て制度って昔あったから、Facebook の、取り扱いに対する意味申し立てっていうコマンドがあって、今ないんちゃう ?Facebook も Instagram も昔があって、思いっきりいろいろやってるって、向こうからも言ってきてる。かなりしゃあないですよ。割と。皆さんはしてないよ。うちね、法律の、専門家じゃないけど、法学士やから。だから、まあ、準専門家とか言って扱われることも稀にあるんじゃん。だけど、わかるから、そういうとこ。なんかそうまあ、仕事も実は法務系のね、特権仕事だし、意味もしたことも世界もしたし、で、まあ、そのノリでやってました。やりました。今もやってます。ね。ほいで、結局、ジュリーと別れてくださいって昔に政府から言われてたけど、5年経ってるね。もともと政府から言ったことでしょって何のことか言いますけど、まあ、蘇我、まあ、端的に言います。蘇我首相とかね。その約束したときはどういう国家やったかな。とにかく蘇我、蘇我王家、蘇我大王から言われて、もう性転換された以上、とりあえず女性と結婚しててください。誰でもいいから、とにかく直接結婚しててください。あなた独身だったら本当に狙われますから。もう手の施しようがないよぐらいぐちゃぐちゃにされるから。まあ、疎れもし。犯されます。もういい加減にね、それはストップさせてください。当時の資源の質問の指示ですよね。必要なら僕が総理大臣になってでもあなたを守りますからって、菅義偉さんはその次元でそうおっしゃって。だから菅さんっていうか、蘇我一族の総理ですとおっしゃって、ね。で、うちがもう別れたくない、女の子と別れたくないって、うちが女の子のくせに言うの変やろ、お前と。蘇我さんの作戦、菅さんの作戦、ちゃんと分かってますってことはアピールしてもらったんでしょ。SNS 使って通信してんのか、これ見逃しにって、思わんといてね。みんな知りたいでしょ。秘密にするな。叫ぶ人が多い。